ヨノさん、今日はどこ行くの？今日はね、初老が前から目をつけていた場所へ行こうと思うんだ。そこは日当たりがよく、程よく斜面で吹きの塔がたくさん生えそうな場所なんだ。ほら、マミタも聞こえるだろう？吹きの塔の声が。ええ、確かに聞こえるわね。この人何言ってんのかしら。え、なんでそこに行くのかって？誰も聞いてないわよ。そこに吹きの塔があるからさ。全然吹きの塔なんて生えてないじゃない。何がそこに吹きの塔があるからさ。よ、全然生えてないじゃない、ショルのバカ。きっと恥ずかしくなって地面に潜ったんじゃないのかな。そんなわけないでしょ。吹きの塔がないとブーブー言ってたマミタン。ようこそ白銀の世界。あんたどこまで来てんのよ。これクソ寒いじゃないの。雪がまだ残ってるじゃないの。今日は3月8日でしょ。もうこれ気温何度ぐらいなの。3度か4度ぐらいの寒さよ。私こんな格好で寒くてしょうがないわ。あんたいつもこんな格好でいるじゃないか、マイナス1度の世界でも。ということで、吹きの塔を探しに来たよ。そして早速見つけちゃったよ。これはほら、こんな、立派な吹きの塔が生えてるよ。これはなんだかわかるかい？オシベかメシベか、いやオスかメスか、どっちだい？そう、メシベだ。前やったものね、よくみんな覚えてたね。そう、このつぼみが細長くて白っぽいやつ、これがめしべだ。すごいよ、ここらへん。おお、いっぱいなってるよ。これはつぼみんじゃないか。野生のつぼみんが現れたよ。まあ吹きの塔なんてほぼ野生だけどね、うん、おお、しかもこれもメスつぼみんだ。いいじゃないか。お、これはオスだ。オス、ちょっと汚いからやめておこう。ここにもなってる。つぼみん、つぼみんさんと。おいいね。何つぼみんかわからないけどいいよ。お、これ吹きの塔のあれじゃないの、根っこじゃないの。今からなろうとしてるんだよね、この子たちは。この子たちは今から、吹きの塔になろうとしてるんじゃないか。吹きの塔の赤ちゃんだ。ベイビー、おぎゃーおぎゃーって泣くんだろう。これは、オスだ。オスの吹きの塔。オスの塔だね。いいじゃん。まあ、そこそこ綺麗なんじゃないの、うん、いい香り。そうだね、今日はどれ、吹きの塔の天ぷらにでもしてみようかね。今年入ってほら、山菜の天ぷらって一つも食べてないからね。ちょっと今日はこの天ぷら狙い吹きの塔で行こう、うん。ここにも発見。よいしょ。これはメスの塔だね。結構この溝の縁にやっぱなりやすいのか。溝の縁によくなってるよ。ほら、ここなんて素晴らしいじゃないか。
がっつりがっつりいい感じだよ。これ綺麗じゃん。これ綺麗、綺麗だよ。いいじゃないか。綺麗で、綺麗めが揃ってるね、ここら辺は。ああ、おーてててて。溝の縁やっぱりいいんだよね。溝縁吹きのとうさん。はい。おお、元気があってよろしい。もう結構鳴ってるね。しかもこれ結構、全部、吹きのとう向きのなんか、大きさじゃない？これ料亭とかで出るじゃん、こういうの。なんて初老、料亭行ったことないんだけどね。テレビで見たことしかないよ。いいや。吹きの音もなんだ、こういう場所で撮るとより一層美味しく見えるよね。すごいよ、綺麗だ。あれ、あんた、ちょっとマミタ何やってんだい。ごめん、初老さんのために先に行っていろいろ探してたら川に落っこちちゃったの。そしてどんぶらこうどんぶらこうと流されてね、ここにたどり着いたってわけよ。あんた桃太郎みたいだね。よし、今日から君はマミ太郎という名前で生きていくんだよ。わかったかい？日本一！どういうことで？おや、これはあれじゃないのか？もしかして。これあれだよ。はあ、これ、わさび菜だよ。わさびの葉っぱじゃん、これ。これ美味しいんだよ。この、わさびの葉っぱってやつは綺麗なと、綺麗な水が流れるとこにしかね、生えないんだよ。こうやってね、このなんかちょっとツヤがあってハート型の葉っぱ、これわさび、わさび菜だよ。もう少しすると綺麗な可憐な花を咲かせるんだぜ。美味しいし、花は綺麗だし、根っこはほら、みんなが知ってるあのわさびのチューブから出てくるやつあるじゃん、あれだよ。すりおろしわさびになるんです。すりおろすとこいつの根っこ。いいだろ。ちょっと葉っぱだけでも取ってこようかな。これ天ぷらか茹でて食べるかどうしようか迷っちゃうけど。これ、ちょっとほんのりわさび臭がするよ。いいじゃん。綺麗なとこしか生えないんだから。またもや食べられそうな野草発見。まあこれ初老食べたことないんだけど、これわかる何か。これ雪の下っていう山菜らしい。これね、天ぷらにして食べると美味しいんだってさ。ちょっとやってみようかな。どうせ今日天ぷらだし、これちょっと取って持ち帰って食べてみよう。天ぷらにして、初雪の下です。こうやって言うとこう葉っぱに薄毛が生えてて、誰が薄毛よ。葉脈っていうのかい、これがやたらと濃い。そして裏はなんか赤色、紫色なのかね、これ。そんな感じの葉っぱでございます。これちょっと集めてこうね。でもなんか適度な大きさのやつなかなかないんだよ。まあ適当に取っちゃっていこうか。結構集まった。とりあえず初回だし、これだけ持っていこう。まずかったら嫌だからね。まあ、まずかったら、あれだ。マミタに食べさせればいいか。ね。なんですって？私にまずいもん食べさせるなんて千年早いわよ。
本当に。え？聞かれちゃってたか。よし。初老さん、あそこ見て見て。めちゃくちゃいっぱい吹きの音が鳴ってるわよ、あそこ。どれどれ。本当だ、いっぱい鳴っているね。山菜ハンターの初老も全然気づかなかったよ。さすがまあ見たんだ。取りに行こうよ。でもマミタン、その前に初老に謝ることがあるんじゃないのか。そうね、さっきはごめんなさい。吹きのトーン生えてなかったからって言って、あそこの場所をバカにしたわ。せっかく初老さんが目をつけてた場所なのに全く生えてなかった。それでちょっと苛立ったしかったのよ。とにかくあの場所をバカにしたことはごめんなさい。いいんだよマミタン、初老そうやって謝ってくれれば全然気にしないから。反省したんだよね。うん、あともう一つ、初老のことほら吹きの塔って思ってごめんなさい。そんなこと思ってたのか。あっちに行きなさい。疲れました。とりあえず今日の収穫、わさびの葉っぱ天ぷらにしようと思います。そして雪の下、これ初めて食べるんですよ。天ぷらにしようと思います。そして吹きの塔、これも今回は天ぷらにします。すなわち全て今日は天ぷらにしたいと思います。この思います、 YouTuber っぽいでしょ。わあ、とてもフレッシュな彩り、美味しそうね。そうだろう、どれもこれもが取り立て新鮮なんだもの。聞こえるかいマミタン、吹きの塔も葉わさびも雪の下も早く揚げてくれ、天ぷらにしてくれって叫んでるよ。そうね。また始まっちゃったわ。マミタン、耳を澄ませてごらん。山菜たちが何か喋っているよ。初老さん、もうダメかもしれないわ。さすが吹きの塔さん、衣の着こなしがうまいな。葉わさびさんこそ、とても上手な着こなしでございますよ。あたいの衣の着こなしなんてセクシーでしょ。セクシーでございます。聞こえたわ。おっと、山菜の天ぷらの味をコメントするの忘れていたよ。葉わさびと雪の下の天ぷらは全く癖のない味で、山菜初心者にはとっつきやすい味だと思うわ。もちろん美味しいわよ。吹きの塔は天ぷらにすることによってあのほろ苦さがマイルドになっている。お子さんでも食べられるんじゃないか。大人の階段を駆け上がれ。さすがほら吹きの塔さんの言うことは一味も二味も違うわね。それがほら吹きの塔じゃ。